東京オリンピック日本代表選手たち大活躍だったね。すごかったすごかった。あとは感想は、かっこよかった。かっこよかった、うん、からの、あんな風になりたい私が一番印象的だった競技は女子ソフトボールです。高見と大西の高西屋。高橋みなみです。大西沙織です。よろずやです。高西屋です。第92回目です。はい、ということで、うん、あのね、頑張ってる人には賞賛を送りたいということで、はい、高西屋でございます。先週はね、小泉社長が一番頑張ってました。頑張って賞賛を送ろう。小泉社長頑張ってくれてありがとうなんか酸素カプセルとかに入れてあげた方がいいんじゃないかっていうのってね、それぐらい全力でね、うん、歌を、あの祝いの歌をね、はい、歌ってくれて本当に嬉しかった。ありがとうございました。はい、ということでですね、うんうん、先日東京オリンピックが閉幕いたしましたけれども、はいはいはい、まあ、私たちの世界戦では今真っ只中ということで、なんか金メダルの数すごいらしいね。すごいね、なんかニュースですごいたくさん見ますね。はい、私たちも何かしらの金メダルを取れるような、そんな人生を送っていきたいと思います。頑張ってめっちゃいい。はい、ということでですね、はい、まあ、熱気冷めやらずっていうこの時期に、はい、ぴったりのお取り寄せ、はい、届いています。なになに、こちら、山賊仲間イモさんからのおすすめ、はい、宮城県松島かまぼこ本舗さんのむーむー、かわいい自体、お豆腐揚げかまぼこ12個、お値段送料込みで2031円です。はい、はい、さっきね、あのさっきって言っちゃいますけれども大西ちゃんのね、誕生日会を1本前にね、そうなんです、撮影しておりまして、だからちょっとね、フルーツもここにね、はい、食べたいものは取っていきなさいと言われたので、いや本当に大西ちゃんが喜んでくれていて、めちゃくちゃ喜んでる。めちゃくちゃ嬉しいんですけども、はい、甘いものを食べて、フルーツの後にかまぼこ大丈夫ですか。はい、全然大丈夫です。おー、もう辛い甘い辛い甘い最高最高ということで、まあ今日はこれ食べながらやっていきたいと思います。開けてよ。はい、あ、ひんやり、え、待って、形超可愛いんだけど。え、まんまるさんです。ほんとだ、なんかちょっとささかまっぽいやつイメージしてたから、確かにちょっと長めのね。ありがとう。なんか噛んだ、噛んでないわ。でももう100円いっぱい用意してたからな。効力はでももう失われてるからなんで1個前のやつは噛んだら、さっきじゃん、さっきジャラジャラドンってやってたじゃん、うん、そうそうなの。はぁ、マジ意味わかんないいいわよ、じゃあ100円ね、私ね。はい、じゃあこれ食べていいんですか。こちら食べましょう。はい、これね、10回目のお取り寄せなんですよ。はい、まあ、偶然にも今まで全10回、うん、都道府県が被っていません。すごくない？すごいじゃん、やばい、我らが千葉のお取り寄せまだないわ。え、私千葉出身だからさ。じゃあ大西沙織ちゃんがおすすめする千葉県のものとか言って、うん、メール送ったら、千葉県のメールね、メール見るよ、よかったら。千葉で有名、六個生ムーいただきます。あ、いいね、召し上がれ、うん、え、どう、もうムームーていうかさ、待って、厚みすごくない？厚みすごい、厚いんだ。いただきます。中は白くって空気すごいたくさん入って、ムーじゃない？なんかムーで寝れる。寝れるよな、うん、夏にぴったりの寝具。え、めっちゃすごい、これめっちゃ美味しい、これ。え、だから最悪歯いらないよ、マジで。いらない、いらない、うん、そういうレベル。美味しい。お豆腐かまぼこって、お豆腐揚げかまぼこ、揚げかまぼこか、うん、すごっ。えでもこの調子でさ、都道府県制覇したいね。だってもうさ、うん、全国にはこんな美味しいものが眠ってたんだっていうことをさ、またムーに今気づかされた。そうだよ、すんごい美味しい。で、見てる人も、うん、やっぱなかなか挑戦できないじゃん、ご当地のものって、うん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 、でもここで紹介することによって、うん、え、買おう、買うなるわけ、うん、生産者の人もハッピー、うん、食べてるみんなもハッピー、ウェンウェン、これがウィンウィンだ、これだよ、これがウィンウィン。おい
あ、すんごい美味しいこれ。ね、こんな美味しいもの食べ終わっちゃった。はいや、うまかった。早いわ。でも大丈夫だよ、12個あるからもう1個食べていいんだよ。いいの？うん、本当に食べるのかい。おいしい、本当においしい、はい、でこれを食べつつ、まあ、これ食べつつなんですけど、あの、はいはい、これをお取り寄せして、もう一つね、うん、私たちお取り寄せしていたやつがあったんですよ。そうなんです。教科書、うん、アフタートークの方で教科書を購入することが決まりまして、うん、はい、届いております。やったー、うん、嬉しいね。うん、うん、はい、国語1年生の上下、表紙は大丈夫ですか？表紙はいいね、はい、上下、はい、上下、あ、うん、こんな薄かったっけ。ね、薄かったわ、薄かった。え、そしてかわいい、ん、1年何組って書く。ほんとだ、うちらも書きたい。書こうか、書こう。え、それと中学の歴史、はい、こちらをお取り寄せしました。しました。いや、私国語が見たい。国語見よう。全然だってみんなとさ、なんだっけ、スーホの白いなんとかとかさ、うん、あとなんか、でもすごい、あのパッタイさん、パッタイさんだっけ、パッタヤさんみたいな人、パッボリー、ボリーマハッタヤさん。あやふやすぎだろ。すごいなんかコメントで懐かしいって出てたね、うん、みんな知ってたね。そう、その懐かしいに私並べなかったのよ、うん、マジで誰一人、え、何それ何それみたいな感じだから。でも鉛筆なんてもうちょっと先の、ね、2、3年生とか、そうそう、4年生とか、4年生とか5年生とか、なんか文字ちっちゃかった気がする。じゃあ国語1、上、うん、これだから今の小学生になった子が一番最初に手にする国語の教科書ってことでしょ、うんうん、うわー、かわいいね。かわいい。どれどれ。え、絵がたくさんあるね。明るいんだけど、え、なんか詩みたいなのから始まります、うん、さあ始めようって言って、うん、あれ、なんか私が知ってる国語の教科書と違うかも。え、これ何？鉛筆の持ち方。ね、すみません、どうぞ。教科書に QR コードついてます、うん、本当だ。え、鉛筆と仲良しっていうやつで、多分鉛筆の持ち方のことなんだろうね、うん、あと机と椅子のこの座り方みたいな、背筋ね、そうのところに各1個ずつ QR コードがついてるんですよ。ということはきっと鉛筆の持ち方の動画と椅子と机の正しい座り方の動画が見れるんじゃないですかね。ちょっと読み込んでもらっていいですか。え、読み込めた、読み込めました。音は出さないの？音出されません、出されません。ほら、うわ、動画だよ。はぁ、鉛筆の持ち方教えてくれんの？教えてくれるみたい。え、すごすぎ。そんな下の方を持つの？鉛筆って。そうなんだね。うわうわ、え、動画で全部説明してくれてる。こう、これが一番最初のじゃあ学びですね。はい、小学生の。すごい。で、あ、なんて言おうかなっていうページもあって、うんうん、まあ多分絵がね、いろいろあるんだけど、これだったらおはようとか、うんうん、こんにちはとか、うんうん、この時はこういう風に言うんだよっていう、失礼しますの口してるのね。そうだね、あーっていうね、うん、え、でもさ、こんなだったっけ。もう遠い昔すぎて忘れてるだけかな。ひらがなを書くところから始まるんだね。なんかすごい忘れてたね。うちらもここから始まってんだよ。あいうえおの書き方の練習めっちゃしたもん。このあのさ、なんていうの、4マスってか、てん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 ってなってて、バランス取れるようになってるやつね。うわー、こんなの今だったらもうさ、10分でこの教科書終わるよね。確かに、ね、これを一生懸命勉強していたわけですわ。そうだね。A はないのかな。もうちょっと先なんじゃない。っていうか1年生の教科書が思ったより、うん、もっとなんか なんていうの、ま、前だったっていうか、その文章とか小説とか載ってないね。確かに文字とかからなんだ。あー、ようやくなんか、あ、花の道っていう、まあ、クマさんの話かな。クマさんの話、熊さんの話だよ。でも A じゃないね。 A じゃないね。 A、 しかも私街灯と思ってたけど信号だったわ。ちょっと違ったな、うん、あ、信号、え、信号変えられんの、お父さん。そう、
お父さんがえいってやると信号が変わるの、うん、すごお父さんすごいねってなってるすごいよ文を作りましょうってのも出てきたわ。なるほど ね、まあ、国語においてね文章を作るっていうのはめっちゃ大事だもんね。大事大事。面白い。ゲの方が後だよね。ゲの方が後。じゃあこっちの方がもうちょっとお話的なこと、まあ言うてもでも1年生だからね、そんな急激には変わらないのでは。何？懐かしい。大きな株。大きな株。これでうんとこしょーんとこいしょ。それでも株は抜けませんっていうやつ。うわ懐かしいわ。なんか絵が結構さ、うん、すごい繊細な絵だね言葉選んだねなんだろう、ちょっと見る子が見たらおお怖いかもって思っちゃいそうな芸術的なお顔ですね。結構なんかこう繊細でも確かに私1年生の学芸会みたいな時に大きな株みんなで劇でやったかも。学芸会なんてあったっけ。あるでしょ。忘れちゃった。絶対あるよ。本当？うん、学芸会なんてあったかな。もう人だ、場所によるか。嘘、でも何かしら発表する場はあったでしょ。劇とかさ、歌とかさ。幼稚園の時やった覚えはあるけど小学校でやった覚えないな。ないんだ。すごいだから、わおむすびコロリン。おむすびコロリンだよ。コロリンしとるな。うん、おじいちゃん転がしとる。おじいちゃんがもうおじいちゃんおだってさ、転がりやすいように丸いおむすびだもんね。確かに三角にしとけば全然転がんないのにやめたれよこういうね、なんかひねくれた考えになっちゃってね今。あ、おむすびコロリンってこんな話だったっけ。そうそうそう。で、この後に別のじいさんが現れるのよ。第二のじいさんが現れんやないかいあれ、小太りじいさんでしょ。小太りじいさんだ。もうじいさんかぶりしてるからもう小太りじいさんはなんかコブがあって、うん、なんかいらねえからお前にコブやるよみたいな意地悪なじいさんがなんか来てコブ移されて、うん、コブコブってなって困ったなみたいな話だった気がするわ、うん、そうだっけ。違う。え、そんなんじゃなかった。あんま覚えてない。皆さん小太りじいさん調べてみてください。おむすびコロリンもさ、なんか後からじいさん出てきてさ、うん、別のやつさ転がしてさ中入ってさ大暴れしてなかったっけ何それあ、じゃあロングバージョンかな。そうかもそうかも、短いバージョンになってるかな。そうかもそうかも。あ、なんかすごいさあったかい気持ちになるな。なんか今この学年に戻ったら私天才だもんねそりゃそうよ、うん、しかもめちゃくちゃうまく読めるよこれ。いや確かにすごいよこの子は天才だ音読超得意ですね、うわすごいよ。うわ、ついに後ろの方でカタカナを習い始めました。やば、こっちなんて早口言葉始まってます、うん、マジで。生麦生米生卵。生麦生米生卵。青巻紙赤巻紙黄巻紙。青巻紙赤巻紙黄巻紙。カエルひょこひょこみひょこひょこ合わせてひょこひょこむひょこひょこ。カエルひょこひょこみひょこひょこ合わせてひょこひょこむひょこひょこ。やるやないか。ひょこひょこなんだ。ひょこじゃないんだね。ひょこだわ。ピがやっぱ難しいのかな。そういうこと。ひょの方が難しいけど、それのせいで丸ないってことこれそんなことあるか。いやわかんないけど、ほらなんかパピプペポが難しいですみたいな子もいるかもじゃん。こっちとら漢字の成り立ち始まりました。やってんな。山の姿から山という漢字ができました。なるほどね。すごいね。うわなんか絵でこの絵に当てはまる漢字を書きましょうみたいな。うわ、高度なことやっとるわ。はい、すごいやないか。いや面白いね。めっちゃ面白い。あ、こちとら横書きの書き方を覚え始めました。うっそ今までは縦書き全部、横書き
始まりました。こちとら、はい、自動車図鑑を作り始めました。え、強、急に高度じゃんそれ。激強で、しかももう文章、うん、説明の文章作るから、うん、そのためにみたいな難しいこう接続詞みたいな言葉も、あ、接続詞を覚え始めた、学び始めております。ゆえにみたいな、そういうことや、うわ、であるからして、そういうことや。なるほどね、うん、え、めっちゃ面白いので皆さんもぜひ買ってみてください。何の不況やねん、めっちゃおもろい。ちょっと私歴史も読んでみたい。歴史読もう。歴史とかマジ、歴史はもううちらの時の歴史と変わってる可能性あるからね。しかもこれ中学生でしょ、うん、むずいて、むずいよ。私縄文時代がピークだったんだから。マジで縄文時代ってめっちゃ楽しかったの、学ぶの。なんか貝塚がとかさ、うん、なんかあの何、なんか縄文土器がみたいな、うん、高床式倉庫が、そうそうそう、ええ、高床式住居、ね、高床式倉庫って何。倉庫で合ってる、バカにする、バカだバカで、なんかさ、学校のテスト取り寄せたくない、小学校の。あ、小学校ぐらいだったら頑張れる気しない。でもあれって多分先生が作ってるよ、だって全国統一じゃないもん。なんかさ、売ってるやつあるよね、なんかカラーのさ。あ、そんなのあんだ。そうそうそう、小学校の時私カラーのテストだったもんだって。え、そうなの、うん、え、先生のお手製のテストじゃないの。中学校とかさ、そう、確かに地域によるとか先生によるかもしれないけど、え、小学生のテストやりたいね。ちょっとやりたいよね。でも待って、6年生は多分無理だ。6年生は無理。あ2小3まで、3ぐらいかな、3ぐらいまでだったらできる、うん、小学校でうちらのこと買いかぶりすぎですよ。ねえ、ちょっと待って、だって小学5年生より賢いの全然わかんないから。あー、テレビ番組ね、確かにあれむずすぎだよ。難しいよね、あんなんやってないもん。なんかもう忘れちゃってるっていうか、うん、置いてきちゃって、小学校にもはや習ってないの。卒業してありがとうって置いてきちゃってるから、さよならーってね、さよならって。え、なんか難しいんだけど、この歴史の教科書。なんか結構なんか尖ったタヌキの絵とか載ってんのね。見せたい、みんなに。ちょっと中身見せられないんだけど、みんなよかったらもちろん国語1ゲを買ってください、うん、国語1ゲを買って。これ懐かしい、あったな。ん、これ兵馬俑行、何これ。あ、いっぱい出土したやつ。そう、始皇帝のお墓の近くから、なんかすごい、あの なんていうの、等身大の兵たちのなんかいろいろがブワーってあるやつ、何も説明できねえ。カンガルーの赤ちゃんって生まれた時は1円玉ぐらいの重さなんだってよ。すげえ、そんなことある。お母さんそれさ、え、どういうこと。1円玉ぐらい、なくしちゃうよ、お母さん。なくしちゃうよね、うん、ポッケ入れと、え、ポッケ入れといてます、どこに入れたかしらってなったよね。え、じゃあ何、オーンってやって、うん、こうやってやって、あ、ポッケに入れてってこと。そういうことじゃない。耳もどこにあるか分かんないんだって、目も。え、口と前足だけが分かるらしいよ。え、それさ、最初、なんていうの、人間の赤ちゃんだったらミルクあげたりするじゃん、うん、何もあげるって。袋の中でお母さんのお乳を飲むらしい。どういうシステムなんだ。1円玉で一円玉がすごない。え、それがあんなムッキムキになるわけでしょ。6ヶ月で袋の外に出れるんだって、うん、あ、じゃあ半月はもうずっとあのぬくぬくの中にいるんだ。そうだって、守られて安全なんだって。カンガルーってすごいね。でも赤ちゃんもさ、袋の中でさ、ママのおっぱいどこって1円玉でしょ。1円玉だって、もしさ、ここにいてよ、おっぱいここにあったらさ、もうここからここ行くまででもすごい時間かかるよ、1円玉だ。さ、カンガルーもさ、毛生えてるじゃん、うん、だからさ、分かんなくなっちゃうんだ、毛の間にさ、こう挟まっちゃってさ、分かんなくなっちゃうないのかな。え、カンガルー教えて、カンガルー教えてよ、カンガルー。泣けるやつだ。何、ずっとずっと大好きだよだ、泣けるやつ。覚えてない。何やだそれね。あのコメントのところにも書いてあったんだよね、みんながなんか泣ける話多いよねみたいな話してる時に、うんうん、ずっとずっと大好きだよねとか、あ、大好きだよとか、あったよねみたいな、ニコ生のコメントに書いてあった。覚えてない。何、エルフっていうワンちゃんなの、もしかして。エルフワンちゃん、もしかして。エルフワンちゃん
もしかしエルフ、エルフ無理無理、無理なんよこういうの無理泣いちゃうもんあ、古墳ね、古墳悲しいうわ、懐かしい奈良時代を眺めてみようだって奈良時代ってこんなだったの悲しい あ、本当に泣いちゃうよ大丈夫そんなあんたじっくり読むのやめなさい悲しいやめなさいってメイクさんに怒られるわよあんたなんで泣いてんのって悲しいえこっちはこっちはちょっと高度すぎてすごいなんか私さ歴史上の人物とかさ、うん、ゲームでさ出てくるのよ、まあ、主にバサラとかでしょバサラとか、まあ、遥かなる時の中でとか、なんか出てくるんですよ、うん、でそれでやっぱ悪役というか悪い側の、ね、キャラクターだとどうしてもそういう目で歴史上の人物を見ちゃうよねてか本当にさ織田信長ってマジで絶対なんか悪役ポジションにいるじゃん大体確かにね本当に悪い人だったのそういうわけじゃなくて気性がちょっと荒いから悪役に据えやすいぜみたいなもあったけど最近はまあ穏やかな人もいますからあ、そうなんだ新しいもの好きだったからなのかななんか改革者みたいなイメージがあるから結構尖った感じの表現されがちなのかもしれないけどねえねえこのビスマルクさんって人がいるんだけどさ、うん、ビスマルクっていうピザあるよねピザの名前あるかもあるよね、うん、私なんかビスマルクでって言って頼んだもんじゃあこの人なんじゃないえ発祥何した人へあドイツを模範とする国づくりを目指しましたへドイツ系のピザそんなことあるビスマルクって卵とか温泉卵みたいなやつとかなんかいろいろ乗ってるやつビスマルクあるよねドイツ系なのかなあ、海外のビスマルクさんなんだえ、こっちも海外だろこのビスマルクさんの好物ではないこの人でも名前書いてないビスマルクしか書いてないそうなのよはい、この人ですこの人だこの人の好物だったのこの人だこのビスマルクさんのあんたピザになってるよ名前がやっぱじゃんあんたの好物がみんな今食べてるよえ、そうこうやって勉強してったらめっちゃ面白い今もうピンだったもん ねもうビスマルク一生忘れないもん一生でビスマルクのこと私好きになっちゃった、ね、急にこうやって覚えていくんだね好物広められるって結構愛されてない確かにすごいよねおえー知りたおー大塩平八郎だ待って大塩じゃないのいや大塩でしょえ大塩王将平八郎だと思ってた王将じゃない王将餃子王将だと思ってたじゃん餃子の王将平八郎だと思ってた王塩なの王塩平八郎だよ何したんだい知らないなペリーさんねあペリーさんね開国してください、開けてくださいって開けてくださいあれもう早く行けよって無理だよないなまだ見てるのじゃあアフタートークでも歴史の教科書見ちゃおうかなそうだねビスマルクみたいな発見があるかもしれないもんねそうだねそうだね、はい、じゃあビスマルクさんみたいな発見をしたいと思います、はい、からのえまたまた視聴者さんからの差し入れが届いております、開けてくださいありがとうございます、こちらパエリアさんもいつも本当にありがとうございますご飯に合うお取り寄せをする時のために前回が糖質カットのご飯だったので今回は少しお高いレンチンご飯を送りますめっちゃ高そうもう山形県産つや姫ですわありがとうございますありがとうございますもう本当に皆さん何度も言ってますけど無理だけはいや本当にありがとうございますありがとうございます、はい、食べさせていただきま す, いただきますそしてそうだ今日やること多いんだったきっと誰も覚えていないと思うんですがバカタレ覚えておったわ福島市の桃畑桃畑、うん、から出土したしゃがむ土偶の愛称募集でございますわー懐かしいわねこちら私たちは渾身の名前ドキテツコ
ドキテツコでございます。で、応募したんですけれども、うん、4000を超える応募の中からついに愛称が決定しました。ありがとう。採用されたら賞金5万円としゃがむ土偶のレプリカがもらえます。レプリカ欲しい。絶対欲しい。お願いします。絶対ドキテツコだよこれ。ドキテツコ、ドキテツコ、ドキテツコ、ドキテツコ。愛称ピーグー。なにピーグは、え、ドキテツコでしょ。徳島県の女性の案が採用されました。桃畑で出土したため、ピーチのピーと土偶のグーを取って命名。ペット。女性は選ばれたと連絡が来る数日前に妊娠が分かった。不思議な縁を感じる。感じるかな。感じた。感じたんです。感じたんだね。お腹にね、そうね、新たな命、うん、まあ、あの安全に出産できることを ね、 そうですね、はい、一同おめでとうございます、はい、願ってますけど、はい、ピーグーはちゃうやろ。ピーグーはもうゆるえ、ちょっとさ、ドキテツコの画像出せないの。本当にピーグー顔かどうかさ、確かに判定させてよ。絶対ドキテツコだったって。ドキテツコだったよ。だってあの時ぴったりだなってなったもんね。そう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 。ドキテツコ、ピーグーってピーグーではないよな。なんかピーグーと言われればピーグーな気も、うわ、でもあれだってよ、お腹の大きな女性が座り腕を組んだポーズだって。あ、それでね、よりシンパシー感じたんだ。なるほどね。じゃあピーグということで、はい、ピーグでした。ピーグでした。はい、そして毎回恒例、現在の番組予算を出しておきましょう。はあ、ピーグー。わー、出土された。出土、出土されました。すごいね。はい、あとあれですよ、前回のアフタートークで、はい、前回、前回のアフタートークで触れたんですけれども、はい、スイッチのゲームでよく覚えてましたね、あなた。山賊仲間家猫さんから送ってもらった、うんうん、あの任天堂スイッチで話題になっている初めてゲームプログラミングっていうゲームで、うん、はい、あの家猫さんがコロンビアゲームを作ってくれたらしいんですよ。どういうことって思うと思うんですけど、そう、はい、でこの任天堂スイッチの初めてのゲームプログラミングのソフトを持ってる人だったら、うん、こちらの ID から作ったゲームが遊べますので。遊べるってよ。ぜひぜひ家猫さんが作った渾身のコロンビアゲーム遊んでみてください。そして、お願いします。あの、いつになるか分かりませんが、私たちも実際に遊べたらいいなと思っておる所存でございます。はい、はい、です。ということで、はい、今回も高西屋よろしくお願いします。エンディング、高見と大西の高西屋。お送りしてきました、高港大西の高西屋、いかがでしたでしょうか。番組では各コーナーへのメールをお待ちしております。メールアドレスは高西アットマークセカンドショットドット JP です。各コーナーは番組ホームページにも掲載していますので、ぜひ確認してみてください。この番組の経営母体セカンドショットではチャンネル会員を募集中。会員になるとこの後23時からアップする番組のアフタートークや完全版アーカイブが見れちゃいます。ボスパでいいと噂のセカンドショットチャンネル、チェキラーボボー。番組にプラスされる予算獲得に向けて番組ツイッターへのフォロー、うん、ご協力をお願いします。何かね、先週から文言ちょっと変わったんですよ。ここずるいんだよな。さらにセカンドショット通販では高西屋の各グッズを販売中。番組支援の意味も含めてよろしくお願いします。はい、高西屋第92回どうでしたでしょうか。の前にこれを払う。神まみた、神まみた、イエー。はぁ、ほら行くよ。ほい、これは食らえ。はい、じゃあ思った以上に教科書トークも何もかも弾みまして、マジで面白かったね。見てるみんな、またオープンになっちゃった。見てるみんなは楽しいのかな。確かにね、みんな教科書見れてないもん ね、うん、でもあの小西さんから、うん、声優の、うん、小西さんから連絡いただきまして、はい、高西は面白いですってえ、小西さんが、はい、見てくださってるんですか。高西屋を見てくださっています。え、
貴族の会も見てくださったそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。共演できるように頑張りたいと思います。お願いします。すごいね、なんか本当に面白いねって言って、大西さんめちゃくちゃ面白いねって言ってた、もうすごいね、坂西はいいわって、うん、ね、見てくれてんだって、めっちゃなんか励みになるね。あ、頑張っていきたいと思います。はい、頑張ります。はい、ということで今回の高西はここまで。高橋みなみと大西沙織でした。バイバイ。